姉滝と妹滝遊国のバンジー岩二項峡谷は、宮城県仙台市の西部、名取川上流に広がる峡谷。全長8キロメートルで、上流部は、蔵王国庭公園、中流下流は、県立自然公園、二口峡谷に属する。下流には、秋保温泉がある。仙台近郊の自然継承地として親しまれ、二口峠を越えると、山形市の山寺に到着する。 見どころとしては、日本の滝百選の秋方滝、巨大な岩壁である岩シなどが知られる。国の名称にも指定されている、名幕。日本の滝百選、姉滝峡谷の中間にある滝。かつて、姉滝は、穴滝と呼ばれ、滝つぼに洞結状の穴が開いており、そこに流れ込む姿が珍しかったため、1934年に、国の天然記念物に指定された。 しかし、1946年に岩盤が崩落し、現在は国ごく,ごく普通の直爆となっている。名取川の源流にあり、バンジー岩として知られる巨大な業界岩の岩壁で、国の名称に指定されている。糸だけの斜面が侵食されたもので、高さ150メートル、長さ3キロメートルにも及び、垂直構造になっている。場所によって、表岩市、 浦岩市などという名前が付けられている。一帯は、座王国庭公園に属する。また、珍しい植生が多く見られ、岩金梅、四股丹草などが確認される。紅葉の季節は特に、岩肌の白と山の紅ないのコントラストが美しい。なお、岩市という地名の由来は、また木の外も歌われる岩、塚か大二郎、岩、塚か大三郎兄弟がこの岩壁あたりを拠点に、 していたことにちなむという、ありがとうございます。